北村金子は、大阪生まれのジャーナリスト。女性の権利運動に関心を寄せて、執筆をする。日本飛行機学校に入学、パイロット資格を取り、ヨーロッパ訪問飛行を志すが、病で果たせなかった。北村かいと勝野の娘として生まれる。梅田高等女学校を終えて、大阪外国語学校を卒業後、関西大学法学部法学科にて調校生として、 学ぶ。同校発の女子学生である。大学在学中に22歳で、大阪朝日新聞記者として務め始める。退職後、ベルリンで開かれた、バンコク夫人参政権運動の国際大会に参加し、台湾訪問など、合計3回渡航する。1931年に、日本飛行機学校に入学、同年7月操縦士資格を取得して、 ヨーロッパ訪問飛行の準備中に、腹膜炎が悪化し、死去、去年28、自伝に改善社間婦人記者廃業期、電気、北村金子同大空に飛ぶがある。大阪朝日新聞社発行の冊子、婦人に、田島、単語大震災を挟む、第2巻に三号ほか、女性の社会的地位に通じるテーマで、婦人クラブ、法律春秋。 サラリーマン、富士に執筆した。台湾について、植民と、スバルに寄稿関西の演劇界と文芸について、芸術、芝居とキネマ、関西文芸、女人芸術、平凡、実業時代、文学風俗、近代庶民生活史他に執筆。万国夫人参政権大会に参加した1931年には、新氏名と、文芸春秋に記事を寄せる。 この他、企業の広報誌、三越や、海にエッセンを書いている。1930年11月、イギリス人のミルドレッド・メアリー・ブルースは、自らの操縦で、初のイギリス日本艦の単独飛行を成功させた。日本にも、北村と、同時代に操縦資格を取る女性パイロットの先駆者が、おり、日本女性初の航空免許取得者だった。兵道忠氏は、 自らの操縦で飛び、木部シのは1927年に女性初の二等飛行機操縦士として、朝鮮三都市でデモ飛行をした。北村は1931年に東京航空輸送車がエアガールを募集すると審査委員を務める。自身が飛行免許を取得するのは同年7月6日で8月14日出発予定で、 ヨーロッパへ飛ぶ準備をしていた。初めて日本人女性パイロットが自ら操縦し、海外渡航に成功するのは1934年である。二等飛行操縦士の西崎菊は、ま淵ち調子が操縦する、もう一機と前後して出発、満州国へ渡航している。夫人、夫人は全関西婦人連合会の解放として、 創刊した、大阪朝日新聞社発行の雑誌。富人朝日に引き継がれる。北村の以下の記事を掲載した。以下合成の丸括弧内ない数字は通号を示す。北村を主題とした研究に、大谷渡る、北村金子炎のジャーナリスト、同じく、大正、昭和初期日本女性史と台湾、北村金子と、富人毎日新聞、台湾民報などがある。 書籍企業、論文集、ありがとうございます。